今回はワンピースの世界の病気の違和感から本当の恐怖に気がついてしまった読者の反応集を紹介します。解決病以外で船乗りがなりやすい病気って何があるのかな。ワンピースの世界環境で現実とはまた変わってくるところもあるんだろうが、船酔い、友食い、踊り食い、精神的な病になるけど、うつ病とか食うの好きだなお前ら。踊り食いって何？大航海時代の船乗りは解決病に苦しんだのは有名だよな。他の病気は思いつかないが、なんだろうか。病気じゃないけど陸酔いとか、魚介類を生きたまま食うことだった気がする。それはわかるし、ラウオの踊り食いとか食べるし、病気じゃなくて美味しいやつだと思う。かっけとか、足に大量の水が溜まったり精神的に不安定になったりする。ビタミン B3 不足で起きるペラグラ内野心欠乏症。解決病とか、かっけとか、ペラグラとか基本的に栄養障害の病気が恐ろしいんじゃないかな。海の上だと栄養管理のできた食事を取ることが難しいし。麦わらの一味は三次を序盤で仲間にできてよかった。船ネズミのペスト。基本的に保存食しか食えないから栄養不足による病は深刻だったらしいね。ワンピ世界は保存技術が発達してるからいいけど、調べたらシャーロッテでベリーの船はナンパして人肉食を食べるぐらい困窮していたって出てきたし、栄養不足もだけど食料の不足ってのは大きな問題になりそう。水の代わりに酒を飲むからアル中が多いらしい。冷蔵庫が普及してる世界だからね。船によっては海水をろ過して真水も使えるし、沖なら大体肉海獣や海王類がいるのもありがたい。巨大石が急性貧血含むビタミン類の欠乏症全般。それは水の長期保存ができなかったからでもある。アルコールじゃないとダメだったんだ。それでも薄めたものではあるけど、スレ地になるのでスレ主判断で消してほしいが、ワンピース世界限定の船乗りの病気ってあるんだろうか。グランドラインの気候による特殊な病気とかないのかな。病気ではないかもだけど、魚よく食べてそうだし、アニサキスとか。魚の生食は基本的に日本だけの文化だから、海外だと火を通してるし寄生虫の可能性はないな。ペストは船自体に蔓延しているが、上陸させるわけにもいかず地獄のような隔離状態だったらしいね。それでも我慢できず夜のうちに密上陸してペストが国に流行してしまったとか。個人的には島や海域ことに天候が変わりすぎるから気圧の変化に関係する症状とかあるんじゃないかと思う。上でも言われてるけど、かっけやペラグラ、解決病も全部ビタミン不足が原因だし深刻だよな。ワンピではキャラの好物設定とはの国を除いて魚をまず生食する場面がないので危険性はかなり低そう。ワンピ世界って島が点々とあるし、バカの集まりでない限り栄養障害は避けられそう。ワンピ世界は海王類の肉を調理できるのがありがたい。正解人が空島に行った時、気圧の変化で高山病みたいになりそう。ナミさんにバカじゃないのって言われてたもんな。解決病はビタミン C、カッケはビタミン B1、ベラグラ病はビタミン B3、のそれぞれの欠乏症だけど、概念がわからないと謎の病気すぎるよな。普通は起こらない閉鎖的で長期の長旅になる航海から出始めた病なわけだから。解決病はリンドって人が野菜や果物を推奨したんだけど、イギリス海軍は認めず後に反乱にまでなっている。カッケは栄養分なのに気づいたみたいだけど、治療においてまずビタミンの抽出に概念を発見したのが日本人なのは意外。リアルの大航海時代以降に解決病などが問題になったのは、長距離航海が可能になったけどルートによっては適度な気候地がなくて新鮮な野菜果物の入手が困難であり、それによって特定の栄養素が不足するからで、ワンピ世界だと島なんぼでもあるからまめに寄港してや防げる。長距離航海のできる大きな船なら波みたいに船に荷重得たり野菜畑作っても良いし、買いだめ保管もできるだろう。解決病に英国海軍は切れてレモンジュースを要求したが、高いから政府はライムでごまかしたとか聞いたな。一部の植物は空島とか高地、冬島のような寒冷地では毒を持つようになるとかありそうで怖いな。船乗りに限らずだが、蔓延した梅毒はコロンブスが持ち帰ったって言われてたりするな。地元の島ではよく食べてたものが別の島では毒が含まれていて、うっかり食べて亡くなった人とかいそう。リトルガーデンで波が刺された毒のダニはツツガムシ。昔の空島での気熱はマラリアがモデルと聞いたな。マラリアの特効薬が気にいいね。コロンブスが持ち帰った病には梅毒が有名だけど、甲虫症、黄熱など疫病は耐性ないところに持ち込むと猛威を振るう。アメリカ大陸も逆にヨーロッパ人が持ち込んだ天然痘で大打撃を受けた。それを知っていてインディアンに天然痘患者の毛布を与えたイギリスはえげつない。麻薬や酒による死とかはなかったんだろうか。虫歯、ギャグに聞こえるが、昔は船乗りといえば虫歯だらけで歯抜けばかりってぐらい深刻だった。昔の歯ブラシは手頃な木の枝を拾ってかじることなので戦場では手に入らないわ。口を注ぐ水は貴重なので、うがいさえできずと虫歯が蔓延していた。ワンピース世界では高性能な海水ろ過器が手頃に手に入るわ、現代レベルの歯ブラシはあるわと、すごく恵まれている。船旅に限らず大きく移動して気候も変われば何かしらの病気にはなりそう。セキリとかも効くね。
水で感染したり衛生状態が悪くて発症したりするし、船の上だと対策や感染者の排泄物処理も大変になるだろう。バトル漫画のキャラで心配することでもないけど、グランドラインで一番ヤバそうなの自律神経だよね。あの世界で普及しているであろうメリーゴーでルフィが一個壊してた運動不足解消兼ねた足こぎま水生成器作ったやつは天才だと思う。マムが偏頭痛かいって言ってたから割とメジャーな症状な可能性はあるかも。アルコール中毒。船だと水はすぐに腐ってしまうためアルコール飲料が水代わりに使われた。常に酒を飲むもんだからアル中になる船乗りが続出。船が帆船だけど冷蔵庫も浄水器もあるので、史実の大航海時代よりは圧倒的に楽。あとなんだかんだ立ち寄る島にちゃんと港湾設備含めた文明社会があるので補給も楽。昔は今ほど暑くなかったみたいだけど、今の基本の気候で炎天下で見張りして水もそんなに飲めないなら熱中症になりそうな気がする。船乗り特有ってことじゃないけど海の上は日差しを遮るものがないプラス海面の反射で常に紫外線浴びっぱなしなせいで目を悪くする人が多かったらしい。病気船長もだけど感染症は船の上じゃやっぱり辛そう。性病、やっぱやめとこう。現代の科学技術で作られた大型船でも恒常的に洋上や船体の揺れを感じ続けることで、自律神経以外に背骨や腰や軟骨に力が加わり続けて背骨とか椎間板がやられやすいらしいから、この辺を主因とする姿勢の歪みや筋肉の緊張が原因の頭痛が偏頭痛と一緒にされてる可能性も高いな。ワンピのザブンザブン揺れる船だと現代のこれよりもダメージ受けてる人間多そうだし、ワンピの老化でバフがめちゃくちゃシビアなのこの辺の事情もありそう。若い時は本人の体力でごまかせた小さなダメージの蓄積が老化して一気に諸症状として出る。船の上で一度でも感染症が発生すると飛行地特有の要因によるものとかじゃない限り海の上と海をオープンな閉鎖空間であっという間に感染が広がっていくからな。未感染者の逃げ場がない衛生管理の徹底が難しい。罪です。ガープの老化でバフが控えめなの覇気や能力じゃなくて基礎の体作りを継続してたからだったりして。クル病も可能性としてはあり得る。あと大きすぎる船だとエコノミークラス症候群みたいなの。みんなすし詰め雑魚寝だからしっかり体動かせない状態で長時間過ごして体壊す。すでに言われてるように衛生的で長期保存の効く飲料として酒が飲まれてたからアル中の船乗りはいっぱいいた。しかしアルコールで体がボロボロになる前に航海中の事故で死んだり船に蔓延した感染症で死んだり、解決病など特定栄養素の不足による病気で死んだり他の要因による死亡フラグの回収の方が早いので、数の上では酒で体壊して死ぬやつは少なかったんだと思う。麻薬は薬の知識の少ないやつが手軽に使用できる環境や条件が整うまで乱用は少なかった。アヘンが薬用素材から嗜好品になるにはタバコが欧州に伝えられて喫煙の際にアヘンを混ぜる方法が確立してからだし、タバコを吸わない人間までアヘンを使い始めたのは鎮気液薬として手軽に使えるようになってたから。そして酒と同様船乗りは麻薬で体壊す前に他の死亡フラグを回収して死ぬから数に現れず見えにくいと思われる。日本海軍は保存の効く漬物を毎日食べてたから解決病は各国に比べて少なかったが精米された白米で食べてたから活気が多かったという話を聞いたことある。